こんにちは、こんばんは、いいです。今回は先日チョコラビのライブに参戦してきたんで、そちらの Vlog を撮ってきました。チョコラビのライブに参戦したんですが、チョコラビに対しては私も一緒にいたい妹もにわかなので、不快な思いをされる方もいらっしゃると思うので、嫌だなということは、方はこちらでブラウザバックをしていただけますと幸いです。私は普段歌い手界隈では、シューズさん、アンクさん、黒猫さんを推している人です。チョコラビのことは一応結成当初から知っていたんですけど、ガッツリ応援はしてなくてたまに見るかなっていうくらいで、歌だけだったら舞茸くんが好きだなと思っていました。で、先日からちょっと少し前からちょっとずつチョコラビを見るようになって、曲とかも聴いて、あ、生でライブを見てみたいなっていうことで、今回行くことになりました。無料が、のチケットが取れなくて夜のみ参戦する予定だったんですけど、夜予定が入ってしまったので、無料のチケットを譲ってくれる優しい方に出会えたので、昼だけ参戦しています。で、妹に関しては、妹はむしろポケ仮面さんが少し苦手で、それが別にシャラシをやっているからっていうわけではなくて、自分のことをブスって言ってるのにすごくかっこいい動画を上げてるのかから、どっちで売りたいのかよくわかんなくて意味がわからないっていう理由で、ちょっと苦手らしいんですね。っていう、すごくにわかな二人で言っております。そこだけご了承いただきますと幸いです。それでは本編どうぞ。アンクさんとか XYZ とかは飛ばせですから、ジャンプジャンプジャンプみたいな、頭振れとか言うかとか、だってポニーテール禁止だったじゃん今回のライブも。なんで XYZ 一緒に行こう、頭振れ一緒に行こうよ、お金払うから。もうバイバイ。しかもさ、なんか決まってるからいいけどさ、ライブハウス気になったらさ怖いよね普通に。お前何も食べてない、全く。コンビニで何か買うか。やばい、その何か取り入れてきた半額額いってるかもしれない。やばいやばい、オタクがいてよ。やばいね、可愛いね、オタク。やばいね、逆に。え、でも目立っていいじゃん。鍵だよ。ほら、チョコラビ雪村さんも書いてあるよ。あ、めいちゃんも来るんだ、ほら。あ、日向坂。すごい、こういうの撮っとこう。すごい、オタクがいる。オタクがいる。すげえ、楽しいね。オタクってテンション上がるよ。そして、髪の毛私より全然巻くの前に皆さん。お前すげえな。すごいよ。しっかりよ、これ。次、自分の好きなんだよ。香港さんかもしれない。スタッフ、社長、チョコラビの社長、緑のイメージかな。なんかね、前に、なんかソロでラストライブやって引退したんで、大事にしたいって。てか、みんなのうちわが可愛すぎてさ、私の超絶適当うちわが。あ、チョコレートストーリーって書いてある。ようこそされてますよ。来たぜー、やばマジ。あ、そう、お前幕張りだって言う、確か。でもそこ、その時より全然近いですから、やっぱりやばいね。待って、誰を信じた、誰。え、私今のとこ舞茸かもししか見つけられてないんだけど。え、あれ全部一緒じゃないの、こ前の人全員。
それは違うと思う。特に今通った仕事。やばい、超危険だけど。本日のイベントのご案内だから。俺が払ってんの今まで。ほら、チョコレートストーリーって出てる。ごめんね、持ってて。ありがとう。なんか、整理券配ってたから、チョコラビだった。あ、受け止めこうしちゃう、受け止めこうしよう。受け止めをしろ。受け止めをしろ。お前だけ聞いたの。整理券だよ、確か。ほら、整理券保持しちゃって。しょうがないじゃん、赤いんだから。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。すぐじゃん。